高瀬さんの持論のコンテンツがコンテンツを生むってこれどういうことですか？はい、端的に言えばコンテンツは0から1で生まれるものではないんですっていうことです。アイデアもそうですし、まあ新しいものと思われるものって01ってよく言うじゃないですか。01ってすごいねって、いやすごいと思うんですけど、基本的には0から生まれるものの性質じゃない。つまり何かしら他のコンテンツに影響を受けて生まれているものがコンテンツなんですっていう話です。全く新しいもの作んなきゃっていう気持ちになるじゃないですか。他のコンテンツに影響を受けてやるとちょっとこれパクリかなみたいな思っちゃうこともあるじゃないですか、うん、それでもやっぱコンテンツがコンテンツを生むというか、もっと言えば、まあ、誰かが作るわけじゃないですか。僕もそうですし、見てる方もそうですし、池間さんもそうですけど、そもそも僕が何かを作る時も子供の頃に見たアニメとか、まあ、高校生ぐらいに影響を受けたドラマとか、大学生の時に思い出深い映画とか漫画とか、そういうものが少なくとも潜在的にはたくさんインプットされてて、場合によってはそれの小さな小さな何かパーツの組み合わせだったり、それがその無意識の中でもそうでしょうし、もっと遡っちゃえば自分の親だったり子供の頃の幼稚園の先生だったりっていう人の教えだったり価値観に何かしら影響を受けて今の私がいるわけですよね。それ見てる人もそうだと思うんですけど、その人たちが作ってるんで、この世のものは全てコンテンツですというお話もしてますけれども、やっぱり私自身がこの世のものに影響を受けている限り、私の身から出るものは必ず何かに影響を受けているコンテンツになるので、0から1では決してないんですよね。いろんな考え方とかも今まで培ってきたなんかってのありますもんね。え、もうそういう意味ではもうパクリ人生ですよ本当に誰かから教わったこととか、私あの本を出してまして、人が動くコンテンツの作り方と企画っていう本があるんですけれども、この中にも書いてますけど、私がこう思いついた理屈とか理論とかロジックなのか、その昔先輩から教わったりとか、仕事の仲間が言ったことを自分の中に取り込んでしまっていて言ってることなのか書いてることなのか、もう区別がつかないんですよ正直。なんでこれって俺が言ったやつじゃんって思われる方もいるかもしれませんけど、あの許してくださいっていうのは書いてあるんです。なんでもちろんそのどっかの文献をその場で読んで引用してるものはもちろん引用って書きますけど、もうちょっと広い概念になるともう誰の話か思想なのかすら分かんないし、もっと言うと誰かの思想だったとしてもその人も誰かの思想に影響を受けてますよねきっと。だからもうそれはもう分からないのです。だから今僕が喋ってることも含めて誰かの何かだったり、その昔のなんかの作品のパクリですねそんな先生とも言われるとちょっとびっくりしちゃうけど、でもそれは無意識であれ意図的であれオリジナルなものってそうないですもんね。ないって僕は思ってます。新しいかどうかってやっぱ人が評価するものなので、自分の中で新しいものを作ってるつもりじゃなくても周りの人が新しいと評価すれば新しいんですよね。だから0から1を作ろうとすると結構苦しいと思うんですし、私はできないので、まあ、パクリっていうとねちょっと言葉があれですけど、正式な手続きを踏んだりとか尊敬の念を持っていたりしながら何かをまあモチーフにしたり影響を受けてやるっていうことは決して悪いことではないというか、まあ、すごく自然なことだというふうには思ってます。まあ、何かいずれにせよ何かを生み出す時って一人じゃできないもんなんで、仲間がいた方ができると思います。でそういうコミュニティを作りたいと思って、コンテンツファクトリー2030サロンというオンラインサロンを作りました。よろしければ今実際にメンバーの人たちがお互いの力を借りながら互いに巻き込み合いながらいろんなコンテンツを今世に出し始めてます。興味のある方はぜひ一緒に参加していただいてコンテンツをより出していければと思いますので、ご覧いただければと思います。